こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回はメディチ家をお送りするよ。一階の商人からイタリアの都市国家、フィレンツェの支配者へと駆け上がったメディチ家、その栄光と衰退の軌跡を追う旅に出ようじゃないか。イタリアへの旅に出発ね。リクエストをかなり多くいただいていたよ。ファンアートにまでなっていたわね。とても人気の一族だな。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。メディチ家の創始者といえばこの人、ジョバンニ・ディ・ビッチ・デ・メディチ、1360年生まれだ。支配者としてのメディチ家の祖だよ。一族の祖か、すごい人なんでしょうね。見なかったことにするわ。そう拒否するな。床屋に来たけど髪が少ないことに気づいて怪訝な顔になってる。床屋のケープ着てるんじゃないんだよ。どっちの方がいいかな。ヨーク家の祖と比べんでいい。ジョバンニが生きていた時の肖像画はなく、これは1世紀後に描かれた肖像だ。フィレンツェの人々に語り継がれた彼のイメージを絵にしたものさ。どういう語り継がれ方したんや。武骨で意志の強そうな、いかつい容貌をしていたという。頑固だけど仕事ができる人って感じなのね。容姿の醜さは初期のメディチ家の特徴らしい。はっきり醜い言うたな。名前のビッチは激しくぶつかるという意味のあだ名だ。なぜそんなあだ名がついたのか不明だが、闘争的で頑固な人だったのではと言われる。ジョバンニはあまり裕福じゃない家に生まれ、3歳の時に父親を亡くした。そんな彼の才覚を見出したのは、桃園の銀行家、ピエーリ・ディ・カンビオだった。銀行業、当時は両替商とも呼ばれた仕事。それは一族が代々営む家業であり、メディチ家が支配者へと駆け上がったゆえんだ。メディチ家って銀行やってる一族だったのね。倍返しだー。半沢直樹は微妙に古くないか。ジョバンニは支配者としてのメディチ家の祖だが、メディチ家自体はもっと古くからある。1216年に初めて記録に登場したのは、ボーナジェンだ。その弟のキアリッシモ、そしてキアリッシモの家系から分かれたアベラルド。この3人が記録上でのメディチ家の祖とされている。すでに銀行をやっていて資産家だった。当時の銀行は3種類あり、一つは、バンキディペイニョ、物品を預かる代わりにお金を貸す、いわゆる質屋だ。そして、バンキア・ミヌート、という小規模な金融業者。宝石や金の売買と結びつけて金銭も貸す。最後がメディチ家もやっていた、バンキ・グロッシ、大規模な金融業者だ。バンキというのは元は木机、バンキ、のことで、当時の銀行が店先に木机を置いて商売していたことからそう呼ばれている。現在、銀行を表すバンクの語源にもなっているよ。この時代の言葉が元になってるのねー。でも大規模な金融業者って具体的に何するの？まあ簡単に言うと高い金利でお金を貸す、高利貸しだ。だいたい 20-60% の利子だったという。半沢直樹かと思ったら宇治島くんだったわ。闇金扱いするな。とはいえ期間によっては元のお金の倍以上の返済が必要だっただろうな。返済倍返しだー。うるさいなもう。半沢直樹が好きなのは分かったから黙りなさい。法律事務所に行けば取り返せるかしら。今から過払い金請求できるわけないだろ。当時も高利貸しは協会から禁止されていたが規定が曖昧で、手数料などの操作によっていくらでも抜け道があったのさ。グレーゾーン金利案。三人のそのうち、ボーナジェンダの血筋は一族の中じゃ稼ぎが少なく、記録から消えていった。キアリッシモの家系は武装して敵対する一族を襲ったりしていた。銀行関係なくなっとるやん。なぜかキアリッシモの家系は横暴な人が多く、喧嘩や窃盗、時には殺人までするから、人々から恐れられていたという。怖すぎるやろ。子供の衣服まで強奪することもあった。違う意味で怖いわ、変な趣味持ってそうで。農民の葡萄園を強奪したという記録もある。ひったくり感覚で施設を盗むなよ。1343年から1364年の間に殺人や窃盗で6人もの死刑囚を輩出。やばすぎて歴史に残ってる一族なんか？いずれも判決は取り消されたり逃亡したりで執行されなかったが、当時のメディチ家はだいぶ暴れん坊だった。一方、アベラルドの家系は堅実で銀行の拠点を海外にも広げ、ふるさとのムジェットに多くの土地も購入している。ジョバンニはアベラルドの子孫であり、現在メディチ家と呼ばれているのはアベラルドの家系のことなのさ。やっぱり堅実な家系が残るのね。だがジョバンニを見出したビエーリはキアリッシモの家系だ。ビエーリはキアリッシモの血筋には珍しく、地道に家業に専念した。
メディチ家の基盤はジョバンニが築いたと言われるけど、ビエーリの力がなければジョバンニの成功もなかったかもしれない。ビエーリはローマに銀行商会を設立、そこの社員として雇われたのが当時15歳のジョバンニだった。翌年にジョバンニはビエーリの共同経営者として新たな銀行、ビエーリエ・ジョバンニ・デ・メディチ・イン・ローマを立ち上げる。名前長。この時のジョバンニはまだ16歳ぐらいなのに銀行を作るってすごいわね。同じ年にジョバンニは名門一族の妻、ピッカルダと結婚していて、この妻の持参金1500フィオリーノを銀行に投資して共同経営者になったらしい。フィオリーノを今の貨幣価値に換算するのは難しいが、当時の下級役人の年収が70フィオリーノだったというから。それを今の500万円ぐらいだとすると、1500フィオリーノは8500万円ぐらいかな。高。しかも妻のピッカルダは、当時の女性たちの中で最も美しい人だったと言われるほどの美貌だったという。最高すぎるやろ。妻の持参金がすごいのはそれだけジョバンニの経済的な評価が高いと判断されたからでもあるよ。このローマ支店は教皇庁を主要顧客としていて、ビエーリの金融事業の中で最も重要な拠点となった。1393年にビエーリが亡くなると、33歳のジョバンニは事業を引き継いだ。そして独自の銀行商会を設立、その名も、ジョバンニ・デ・メディチエ・コンパーニ・イン・ローマ。最後にイン・ローマってつけるとロマンチックに聞こえるけん。ジョバンニの共同経営者としてベネデット・デ・バルディがいる、バルディ家もまた銀行を営む名門一族だった。4年後の1397年10月1日、この銀行の本拠地をローマからフィレンツェに変更。これが後にフィレンツェ経済界に君臨するメディチ銀行の創設日となったのさ。ジョバンニの銀行紹介、メディチ銀行は飛躍的な発展を遂げる。ローマとフィレンツェ以外にもナポリ、ガエータ、ベネツィアという主要都市にも支店を展開、ジョバンニはフィレンツェで3番目の資産家になった。すごいわねー。主要都市に5つもの銀行を経営、雇っていた社員の総人数は、ごくり、17人だ。少な。銀行5つで17人、え？だって当時の銀行はこれだぞ。え、これで銀行全体なん？受付の一部を変えただけじゃないん？いや、こんなもんだ。この後ろで2、3人が帳簿をつけたりしてるだけの小さい店舗なのさ。イメージと違う。これが5店舗で富豪になるってすごいな。さすが小売菓子。銀行以外に毛織物産業にも進出してたりするよ。メディチ銀行の急成長を支えたのはローマ教皇庁との関係だった。教皇庁からの収益は常に総利益の半分以上を占めていたという。太客やな。ジョバンニはビエーリがいた時代から教皇庁の金融業務に深く入り込み、有益な人脈を作り上げていた。特に重要だったのはバルダッサレ・コッサとの関係だ。誰？コッサは元海賊だったという説もあり、経歴不詳の怪しい人物だったが、ジョバンニは莫大な資金を提供して彼を枢機卿にし、ついには彼を教皇ヨハネス23世になるまで押し上げたのさ。その結果、メディチ銀行のローマ支店長は教皇庁の金融業務において絶対的な立場を得ることができた。だがヨハネス23世は即位から5年で廃位されてしまう。その際に様々な罪状が飛び出した。罪状？まず、海賊。まだ辞めてなかったんかい。いやさすがに教皇が服用で海賊はしてないと思うぞ。即位する前の話じゃないかと思う。殺人。こいつキアリッシモの家系か？男色。それは個人の自由では。当時の同性愛は罪だったんだよ。この二人ってもしかして。カングルなカングルな。それだと序盤にも男色で罰せられるだろうが、両方おっさんすぎて想像したくないし。はい。そして、近親相姦。相手も男なんやろな。数々の罪状で拘禁されるが、ジョバンニが莫大な保釈金を払った。ジョバンニは釈放されたヨハネスをフィレンツェの自宅に迎えたという。やっぱりこの二人。やめなさい。ジョバンニは社会的地位も上がり、政治家としても活動。当時のフィレンツェに君主はおらず、政治は議会が行う、議会共和制、だった。その議会のメンバー、それがプリオーレだ。プリオーレ？商工業者たちは業種ごとに組合を結成しており、その組合の集合体がアルテと呼ばれるんだけど、そのアルテから選抜された政治家がプリオーレだ。時期にもよるがプリオーレは8人、そして議長格の正義の騎手が1人選ばれる。正義の騎手は実質フィレンツェにおける最高指導者だ。ジョバンニはプリオーレを3回、正義の騎手も1度務め、ボローニャ大使などの要職にも就いた。
都市の平和と市民の利益を優先して大きな信望を集め、フィレンツェにおける最有力者の一人と言われた。すごい人なんやな。その他にもジョバンニは芸術家のパトロンになったり、教会の寄進活動を熱心に行った。それまでメディチ家は芸術文化とかに関心が薄かったんだけど、パトロンとしてのメディチ家もジョバンニから始まったと言われる。芸術家のパトロンだったのに描かれた肖像画がこれってなんやねん。69歳のジョバンニは病に伏せりながら、二人の息子を呼んだ。それがコジモと、ロレンツォだ。息子いたのね。私は満足して死ぬ。なぜならお前たちに財産と健康、地位を残せたこと。そして私が、誰一人傷つけなかったからだ。氷菓子やけどな。むしろ誰に対してもできる限り恩恵を施したからだ。お前たちもぜひそうしてほしい。お前たちが安全に生きたいのなら、法や人々が定めることだけを引き受けなさい。闇金に言われてもな。闇金じゃないから。そうすれば嫉妬や危険を招くこともない。私の歩いてきた通り進めば評判を維持し、高められる。しかし違ったことをすればお前たちの行く末は、自らとその一族を滅ぼした連中と同じように、不幸になるだろう。怖い占い師みたいなこと言うやん。そしてジョバンニは18万フィオリーノという遺産を残し、亡くなった。69歳だったよ。悲しいわねー。ジョバンニの葬儀が行われ、諸外国の大使や有力者がこぞって参加した。その盛大な葬儀はメディチ家の社会的威信を象徴していたという。そしてメディチ家は息子たちに託された。長男はコジモでメディチ、通称、コジモイルベッキオ。日本語で言うと、ローコジモ、だ。出てきて早々に追いとるやん。今後もコジモって名前は出てくるんで、家系図ではローコジモとして区別しよう。肖像画もほんまに追いとるし。コジモの生前の肖像画はなくて、これは死後に作られたメダルに彫られた肖像が元になっている。ジョバンニといい誰かに肖像画を描いてもらって。記録によるとコジモは普通の背格好で褐色の肌、人に尊敬の念を抱かせる風格を持っていたという。父親のジョバンニが亡くなった時のコジモはもう40歳、すでに優れた銀行家で経営者、そして弟ロレンツォと共にフィレンツェ随一の政治家であった。コジモは莫大な遺産と人脈、そして父親ジョバンニの賢明さや慎重さ、人の心をつかむ力など全てを受け継いでいた。しかもジョバンニは商人としての教育しか受けていなかったが、コジモは古典的なエリート教育を受け、ラテン語など数カ国語を話せた。文学や歴史、建築や絵画などの知識もプロかおまけだったという。ジョバンニへさらにエリート教育を加えた上位モデル。人文学者と個人的に親しく、20代の時に人文主義者の友人、ニッコロニッコリたちと共に聖地パレスチナへ文献収集のための旅行をしようとするんだけど、父ジョバンニに商人修行がおろそかになるからと止められたことがある。行かせてあげてよ。ちなみに友人のニッコロニッコリはコジモより25歳年上だったという。おっさんやないか。ジョバンニとヨハネスといいおっさんと仲いいのなんやねん。このエピソードから、コジモは本当は人文学者になりたかったけど家業のために諦めたのではないかと言われている。コジモは26歳の時、名門バルディ家のコンテッシーナと結婚。ピエロとジョバンニという二人の息子に恵まれている。なんか男の子多いわね。初子のカルロもいる。まだおるんかい。初子ってことは愛人との間にできた子供ね。愛人というか、女奴隷だ。女奴隷か、ああい。フィレンツェの富裕層の家ではお金で買った奴隷がいるのが普通だったんだ。ちなみにコーカサス地方、今のアルメニアとかそのあたり出身の女奴隷だったらしい。コジモの家に奴隷は4人いたという。多いな。コジモが父ジョバンニより勝っていたものは教育だけではない、経営手腕、そして野心の強さだ。銀行は海外にも拡大し、メディチ銀行の最盛期を作った。ブリュージュの店舗は社員が7人いたというから人数も増えた。それでも少人数制やな。政治の面でも野心家で、それまでの商業活動や婚姻関係、近隣関係を通じて築いた人脈を使い、新興派閥、メディチ派の主要となった。すると旧勢力と衝突、旧勢力はアルテを代表する富豪たち、その中心だったのはアルビッツィ家だ。アルビッツィ家の当主はリナルド・デリ・アルビッツィ、政治を牛耳る存在だった。当時は周辺の都市との戦争がよく起こっていたんだけど、アルビッツィは隣接する都市、ルッカとの戦争に乗り出した。戦争により重税が課され、市民のアルビッツィへの反発が高まった。この反アルビッツィの中心人物とみなされたのがコジモだったのさ。
アルビッツィはもともと、新興勢力であるコジモの排除を狙っていたのもあり、コジモは反逆の疑いをかけられ逮捕される。逮捕されちゃったー。アルビッツィはコジモの処刑を主張したが、コジモの味方も多く、追放処分にとどまった。セントヘレナ島へ流されるのね。すぐナポレオンのルケイチに行かせようとすな。島流しじゃないんだよ、コジモはパドバへ10年間の追放処分となった。しか、歩いて帰ってこれるやん。さすがに徒歩はきつい。コジモはメディチ銀行の総帥としてフィレンツェの外でも信望を得ており、各地で歓迎された。修道院で悠々自適の追放ライフを送った。私も追放されてくる。だが、コジモは1年で帰還する。静かなるクーデターによって。クーデター？ピョートルのところに重兵隊を送り込むわけだな。ソフィアちゃんが反応したー。それはソフィアのクーデターじゃねえか。重兵隊集まれまだやってんの？そういうクーデターじゃないんだよ。コジモの追い出しに成功したアルビッツィだったが、戦争による財政難を解決することもできず、アルビッツィ派の結束も弱かった。ポンコツかよ。市民のアルビッツィへの反発が強まり、メディチ派が多数を占める新政府が発足。コジモの追放処分の取り消しと、今度はアルビッツィとその仲間たちの追放が決定される。追放されてから1年、コジモは悠々とフィレンツェに勝利の帰還を果たした。暴動も内戦もなく権力者アルビッツィを倒した、静かなるクーデターだった。そういうクーデターもあるのね。こうしてフィレンツェの支配は新旧交代した。陰謀も武力も用いず、時期を待つことによりコジモは覇権を握ったのさ。帰還したコジモは正義の旗手を務めるなどしながら、外交政策によりイタリアの主要国家の和平協定を結んだ。これが1454年のローディノーワだ。1458年以降は公職から身を引いて、陰で政治をコントロールすることに徹した。陰で？公職選挙を操作してメディチ派が常に政府の書記官で多数派を占めるようにしたり、コジモが裏から政治を操れるようにしたのさ。敵対する者はたとえ旧友であろうと追放した、アルビッツィ派は10年だった追放期間が2度も延長されている。まさにコジモは、フィレンツェを裏から支配する黒幕となったのさ。黒幕半沢直樹でも宇治島くんでもなくゴッドファーザーだったのね。なぜ作品に例えたがるんだ。こうしてフィレンツェは表向きは議会が政治を行う共和制を維持しながら、実はコジモによる君主制になったと言われる。コジモが権力を手にした背景には当時の社会変化がある。それまで市民はある程度貴族や、有力な同族によって社会的な安定が得られたんだけど、ある程度力は弱まり、同族の結合も経済格差や政治的分裂の結果弱まった。アルテや同族に頼れなくなった代わりに人々が求めたもの、それはパトロンだ。人々は経済的、政治的に強い人物との個人的友情と援助を得ることにより、競争社会を勝ち抜こうとしたのさ。コジモは太っ腹な金銭の融資をするパトロン活動で、あらゆる階層や職種の人たちとの友好関係を築いた。フィレンツェの有力な人物で、コジモから莫大なお金を借りていない人物はいないと言われたほどだ。どんだけみんな借金すんねん。コジモのパトロン活動は文学、芸術、建築とあらゆる分野に及んだ。最もパトロンの業績がわかりやすいのが建築だ。サンロレンツォ聖堂やサンマルコ修道院など多くがコジモの援助により作られたのさ。メディチ家の邸宅は現在メディチ・リッカルディ宮殿と呼ばれるよ。すごい家やな。これでも最初の設計よりは地味に作ったという。これで？最初の設計ではあまりに豪華すぎて。市民の嫉妬を買う。と言って別の設計師に変えたという。今さら嫉妬とか気にするんやな。芸術家のドナテッロとは特に親しく、家の中庭に置くために作られたダビデ像もドナテッロの作品だ。すごい芸術作品なのはわかるけど、これが置かれてるとちょっと気まずそう。銀行業以外にも毛織物業や、あらゆるものを外国に輸出していた。工業原料、高級医療、香辛料。馬？キリン。輸出してどうすんねん。奴隷。黒幕にも程があるぞ。教会で歌う合唱隊の少年まで、あらゆる輸出をしていた。銀行どこ行った？こうしてフィレンツェの黒幕として権力を掌握したコジモだったが、痛風だった。痛風なん？やがて二人の息子に政治や銀行を任せ、郊外の別荘に引きこもるようになった。だが長男のピエロは病弱だったので次男のジョバンニに期待していた。次男は目の様子どうした？次男ジョバンニもまたコジモ譲りの優秀さを持ち、陽気な人だったんだよ。
しかし、ジョバンニは42歳で亡くなる。ええー。しかもその2年前にはジョバンニの一人息子だったコジミーノも亡くなっていて、コジモは息子も亡くし、失意のどん底だった。悲しいわねえ。こんなに少なくなってしまった家族に、この家は大きすぎる。と繰り返し嘆いた。ずっと目を閉じたまま過ごすことが多くなり、妻になぜかと尋ねられると。鳴らしておくためだよ。は？死んだ後の状態を練習してたんだろうか。死後の世界は目を閉じた時のように真っ暗だと思ってたのかしら。だとしたら辛いわね。1464年8月1日、コジモはこの世を去った。75歳だったよ。悲しいわねー。葬儀はコジモの意思により簡素に行われたという。権力者なのに簡素な葬儀、最後まで黒幕だわ。フィレンツェ政府は彼の業績を称え、祖国の父の尊称を送った。コジモは亡くなる前、友人の芸術家ドナテッドの世話をピエロに頼んでいた。おかげでドナテッドは不自由なく余生を過ごし、亡くなるとコジモの遺言通り、コジモの近くに埋葬された。どういう遺言なの？後の芸術家バザーリによると、コジモは遺言で、ドナテッドと生前いつも心を寄せ合っていたように、死後も体を寄せ合っていたいと願ったのだ。気持ち悪いな。お前らおっさんやろ、どんだけ仲いいねん、死後に体を寄せ合うなー。はい、猫かん。にゃー。メディチ家はおっさんと仲がいいんだ。どんな特徴やねん。コジモが亡くなったので、長男ピエロが後を継いだ。ピエロという名前も複数出てくるので、彼にもローコジモみたいに区別するためのあだ名がある。何かしら。痛風闇のピエロ、だ。こいつも痛風やったんかー、だったらコジモも、痛風闇のコジモ、でよかったやん。いや、持病ばっかりあだ名にされても嫌だろ。で、この痛風のピエロは、どんな人だったのかしら。次回に続く。おーおーおい。ごめんご、おっさん同士の関係が気になって長くなってしまった。しょうがないわねー。なんかメディチ家がおっさんと仲良しの闇金みたいになったけど大丈夫かしら。頭にくっついてる葉っぱのウープ主が久々に喋ったぞ。たまに喋らないとウープ主死亡説が出ちゃうわ。動画出してるのに？よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。